んは、仰天イリナです。イエーイ。こんばんは。こんばんは。なんか言う。イエーイ。めっちゃ目かゆいんだけど、やばい。あー、目かゆい。こんばんは。よしよし。昨日は皆さんありがとうございました。ドド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 イエドドイエル、ありがとうございました。いろんなアイドルさんが、すごい有名なアイドルさんとか、 STU のメンバーも出てたんですよね。そうそうそう。で、私たちが一応最後ということで、鳥っていう扱いかな。来てくださってありがとうございます。配信あったんですけど、エイトとあとどこかな、どっかのチームさんだけ配信がなくてっていう感じだったんですけど、すごい有名な、もうそれこそね、めっちゃ流行ってる、それこそ TikTok でさ、メンバーもさ、やってた、やったりとかする有名なね、ちょっと舐めてこないけど、あの方とか出てらっしゃったりとか、すごく朝から言ってた人っているのかな。そう、どれぐらいいるんだろう、ちょっとわかんないんだけど、朝から行った人、朝か昼ぐらいから確か始まったじゃないですか。だいたいさ、みんな自分の推しのとこが終わったらこう帰ったりとかするんだけどさ、一日中いた人ってどれぐらいいるんだろうなって感じ。なんかそれこそ、なんかあの MC で誰が言ってたっけな、マリアだったっけな、がなんか私たち最後に出演させていただくということで、どれぐらいのファンの人が残ってくれるかすごく心配だったんですけど、こんなたくさん残ってくださって嬉しかったですって言ってたんですけど、なんか私たちの前がマネキケチャさんだったんで、すごい有名じゃないですか、人気ですし、それでファンの人が、そのマネキケチャさんのファンの人でバーって帰っちゃったらどうしようって思ったんですけど、そんななんかすごい帰ってる人の雰囲気も感じなかったから、そう、すごい安心したってメンバーも昨日言ってたんですけど、結構残ってくださってって、いっぱいファンの人がいらっしゃってよかったです。ああ、そうなんだ。最後の方はみんなやっぱり見ていってたんですね。後ろの人、エイト見てくどうするって話してた。だって、見に行った、見ててくれたのかな、結局。じゃあその人たちはどうなんだろう。
いや、そのなんかエイトのファンの人じゃないファンの人たち、それこそその前にやってたマネキケチャさんのファンの人だったりとか、そう、あのそういうエイトのファンの人は残るの当たり前じゃないですか。だってエイトを見に来てるんだから。その前のファンの人たち、もう自分の推しが出番が終わって帰るかな帰らないかなみたいな人たちが、そうどれぐらい残ってくれてるんやろうってちょっと思ってたから、結構残ってくれてたっぽいかなって、すごい嬉しかったですね。フルーツジッパーの時間帯はまだ空いてないよね。どうだったっけな、忘れちゃったどの時間帯にか入荷じゃないわ、入場したのか忘れちゃったそう、結構さ、ああいうアイドルさんとかってさ、ライブ終わったら物販があるじゃないですか。だからみんな結構移動すると思うんですよ。だからね、すごいどうなんかなって感じ。いつもと盛り上がり方雰囲気違った、いやそんな変わんなかったですねそんな別になんか他のなんだろう、ティフとか そんな感じだとあまり変わらなかった気がします。そう、あー終演後にやってたんや。あ、それはある意味あの賢いかもしれないですね。確かに終演後並んでたのはその物販か、なんか人めっちゃおるなと思ってたんですよね。結構ね、昨日は夏曲が多かったかな、確か。そう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 、何やったか覚えないけど。まずフラゲー、フラゲーエビカツ、サンズグッド、サヨクロハチノス、ビンゴ47ポニシアから、ほら夏曲エビカツ、真夏、サヨクロ、ポニシューってなんか結構王道な夏の曲、まあ、ほとんど夏がほとんど夏曲ですね。そこにこう王道なフラゲーとか、まあ、あと8曲は2曲ありますね。ハチノスと47が今回入ってましたけど、それ以外は結構夏曲だったり有名曲な感じで揃ってますね。割と夏っぽい感じかなっていうふうには思いますね。私は結構今回の序列的にあの半分から下が多かったので結構ね、まあでも8人イベントってあんまり7番手だったり8番手だったりしてもぶっちゃけね8人しかいないんで、そんなにこうなんだろう、後ろだなって感じないんですよ。まあ強いて言うなら後ろの列の端っこだなっていう感じ、まあだから結構端っこの人はよく見れたなって個人的にはすごく思いました。そう、やっぱなんか8人のそのイベントの、まあ、いいところって言えばファンの人たちからすると推しが見やすいっていうことはすごくいいかも。でも16人の方がやっぱり迫力はすごくありますね。こう見た時にやっぱり華やかというか迫力は確かにある。ただ推し面は見つけづらいかも。それは推しがねフロントでよく踊ってるような推しだったら見やすいかなって思うけど、うん、そうじゃない結構ステージが高くてファンの人がこう下から見るステージだとやっぱね16、15番手とか最高列に立つとね下から上を見上げてるからセンター 1,2 列目は見やすいんだけど、後列になるとすごくね見づらい、ちゃ見づらいんですよ。そうだからこう
迫力はそらまあなんかユニットっぽくなるけど8人の方がやっぱ推しは見つけやすいっていう8人の利点はある。ただまあやっぱり16人でやってる方がね迫力はね確かにすごくあるんですよ多分ファンの人もいろんなイベント来てくれてて、まあそうだな、何が16人でやったのかちょっとあんま覚えてないんだけど、まあ8の日とかなんだろう、サマステとか、あと今度アイドルスクエアも16人ですよね。そうとかは16人で、まあ多分このそのイベント、このフェスのイベント結構来てくださってる方だったらこう分かると思うんですけど、同じ曲もやってるじゃないですか。今夏なんで夏曲結構やってるんですよ。で被ってる曲とかだとさ、16人で見るのと8人で見るのは迫力が結構こう違うと思うんですよ、見方的な感じで。そう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 、まあでも推しはすごく見やすいんじゃないかなって個人的には私すごく思うんですけど、私たちも踊ってる側もファンの人が見やすいです。8人の方が、16人でね最高列だとね本当ねファンの人ね超見づらい、超見づらいっていうか超見つけは悪い、見つけづらいんですよ。どうしてもメンバーの頭越しにファンを見てるので。そう、私なんか8人だと序列がこう7番8番だったとしても最高列の端っこで踊ってても大体ね8人バージョンだと列があったとしても3列とか2列なんですよ基本的に。だからまあ後ろの端っこだとしてもまあまあ言うて近いんですよ、ファンの人たちを見ることが。そうだからこう序列が低くてもあんまりねなんかうわ低いな今回って思ったりもしないんですよ。あと8人バージョンだとちょっと若干イレギュラーなポジションがすごい多かったりたまにするんですよね。それこそビンゴ、あの昨日やったんですけど、ビンゴって私今回歌割りだと1番手だったんですよ。1番と2番が私とマリアだったんですけど、ビンゴって公演曲だからセンターなのにセンターに立つのって A メロしかないんですよ。だってサビも3番で歌ってるし、それ以降一番端っこに行っちゃうので、なんか今回そのセンターっていうセンター曲なかったんですけど、なんかこうフラゲーとかそういう感じのセンターっぽい曲がなかったんですけど、そうそのなんだろう、一応歌割的には一番上なんだけど端っこで踊ってるっていう感じだったのであれだったんですけど、でも言うてまだこうなんだろう、端っこだとしても8人なんで、まあ見つけやすかった私、私もファンの人見つけやすかったし、ファンの人も見つけやすかったかなとかって思ったんですけど、まあ、ちょっとその辺は私はあのファンの人たちの目線で見てないから、今回上の方にも私のファンの人いらっしゃって上の方も見たんですけど、こう下から見てる人たちのねアングル的な、この私たちはファンの人をまあちょっと申し訳ないですけど、こう上からね見てるような感じに、やっぱステージが高いので上から見てるので、こちらとかもすごく見やすいんですけど、皆さん下から見てるから、下から見てるアングルがちょっとあんまり分からなくて、そうちょっとあれなんですけどそうそう、まあでもねファンの人は見つけてくれると思ってるし、まあ、見つけて実際くださるからいいんですけど、まあ、でもやっぱファンの人は見つけてくださるけど、ファン8のファンの人じゃない人たち、そういうこれそれこそ昨日みたいないろんなアイドルさんがやってて、その8のことをあんまり知らないファンの人たちも見てくださってるっていう時とかはね、やっぱりね、やっぱり真ん中の方にいた方が得っちゃ得だなというのはまあ正直思っちゃったり見ちゃったりしちゃうんですけど、そう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 、まあ思っちゃったりするんですけど、まあもうでもまあ、そうそうそう、うん、まあって感じですけどねまあでもですよ、でもでも
手もでもですよ、手もでも。まあ、ぶっちゃけ言ってしまえば私ね、今結構夏フェス出させてもらってるんですけど、立ち位置ね全く良くないんでねでも8人とかだとあんまり感じなかったでしょ。そんなことない、感じた、あ、感じたかな感じたかな、どうだろう、わかんないな。そう、ぶっちゃけね、半分より上にね、で半分って8人なんで 4番手より上で踊ってることってね、ぶっちゃけほとんどないんですけどそう、でもどうなんだろうって思う。でも8人だとあんまり感じないかなって思ったりもするんです。でもめっちゃ面白かったのが、それこそ TIFF 出させてもらった時8人だったじゃないですか。で TIFF さ、写真載ってたじゃないですか。で私ね、私基本的結構 TIFF の7番手とかがすごく多くて、最後列の端っこだったんですよ。で写真撮ってる人ってさ、あのポールがあるじゃないですか。だからさ、ポールより前に出てる人たち、まあ、いわゆる4番より前に出てる人たちがやっぱ写ってて、私さ、なんか表紙になってる写真さ、ポールと被ってんだよねなんかその TIFF の写真見たけど全然写ってなかった。そう、希望的がね唯一ダブルセンターだったんだけど、あんま写ってなかったね、残念。そう、なんかほとんどの写真に写ってなくて笑った、自分で笑った、全然写ってなくてね、笑ったって。そう、自分でウケピーって家で言ってた全然写ってないじゃんの、名前があるだけなんだけどって笑ってたんだ家で。そう、カメラがね端から撮ってたから、そうそうそう、前から撮ってるとねまだ映れたんだけど、端からだとね、あのポール、ちょうどこのポールよりちょっと前に出てる人たちじゃないと映らなくて、そうそう、バロターって感じで、本当にバロバロバロバラ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 って感じでしょ。いや、まあ私も笑えてくるんやけどね、私も笑ってたからぶっちゃけ、はっはっはーフフフフ、低いなーっつって、そう、それこそ言ったら昨日のドットイエールのさ、私立ち位置やばいよ、めっちゃ低い。それほんとね、8人で半分だと、8人だと半分だと4番より上が半分なのね。私昨日のドットエールフェス4番より上立ったのね。エビカツがねちょうど4番だったの、4番手だったの。だからちょうどギリギリ、君が好きだとか歌える人たちだったの、4番でも4番よくて4番で、ビンゴが一応ダブルセンターだったんだけど、歌割りが A メロが歌えた人なのね。でもサビ端だったし、てか基本端っこ、一番端、なんかセンターの一番端っこで踊ってたから、昨日のね立ち位置でね一番良かったのね、エビカツですね。言うて4番ですね、あとは全部もう8番とか7番とか6番バカですね。半分より上で昨日はぶっちゃけ1曲ぐらいでしか踊ってなかったですだからすごく端の人めっちゃ見えたよ。結構端の人こうやって見た、見て踊ったんだけど、端っこの人は結構どうだろう、なんかレス飛んできたかなって思わなかったかな。でも2列になった時にこういう立ち位置だったりすんのね。こうエビカツもそれこそ4番だったけど、フロントの一番端っこだったの。だからこういう列だから、2列目だったとしても真ん中で踊ってる時とかだと、まあ真ん中も見えてるよって感じ。そうそう、見えてるよって感じだよね。だから一応端っこの人も見えたし、上の人も見えたし、真ん中の人も見れましたよっていう。ただまあ端っこが多かったから端っこの人はとてもよく見れましたっていう感じですまあキャパもねめっちゃでかいわけじゃないから、
全然見えるんですよ、端っこからでも。こう見ればそう。なんかね、またイベントいろいろね発表されたじゃないですか。あとまあ20日がドット絵、違う、8日がね、アイドルスケアがあるので来てくださる方は待ってる。あとね、アットジャムもね発表されたの。アットジャムいつだったっけな、26だ、26。あ、だからそれこそドッじゃない、もうさっきはドットレール言い過ぎや。それこそ20日のアイドルスケアが終わったら次の日お話し会じゃん。で次がアットジャムになるんだ。アットジャム、あ、26じゃないわ、間違えた、28だ、すみません間違えました、2826はレッスンだった、間違えた間違えた、28だから、それまで結構間空く、まあそれまでにいろいろあるんだけど、16人と16人ですね。わあ、16人と16人だったよ、みんな。まあでもその間に私レッスンとかあるからちょっとあれなんですけど、でもアットジャムの立ち位置はね、あ、てかアイドルスクエアの立ち位置もね、ぶっちゃけそんなによくはないけど、アットジャムの立ち位置も多分そんなに、アットジャムはねまだねセットリスト確定してなくて、まだ確定してなくて、あの歌割りも決まってないんだけど、あんまり多分よくないと思う私イベント、私ね結構ねイベントとかにも出れるんだけどね、序列がいいことってあんまないから、まあ序列に関してはあんまり期待しないでほしいかなそう、私結構イベントに出るんだけど、あんま序列はね良くないんで、どのイベントもぶっちゃけ。 TIFF もそうだったし、 TIFF も半分から下ばっかだったし、サマステもそんなに良くなかったし、なんであんまり多分期待はしてないんですけど、ま、探してねって感じかな探してねって感じ、よろしく。でもみんなさ、私を探すもうプロっしょ。だってぶっちゃけ言えばさ、今までなんてイベントもそんな出てなければ序列なんて全く良くなかったからさ、もう私を探すプロでしょ。ライブ DVD には映らんし、だからもう私はみんなのことを信じてる。だって今まで私がそんなに、うわめっちゃゆりなちゃん見つけやすい、フロントばっかだわみたいなことってなかったじゃないですか。そうそうでしょ。だから私はもうファンの人のことをめっちゃ信用してんのたとえ一番後ろだったとしても、 MV に映らなかったとしても、ライブ DVD に全然映らなかったとしても、ファンの人はスロー再生して探してくれてたし、昔も5年前とかもそうだけど、もうね、あのね、探してくれるって思ってるから、もう私は頑張ってパフォーマンスをするよ、みんな。なんでみんな信じてるぜ、よろしくみんなよろしく。スタイルいいポニーテール探すと見つけ、待って、それで私がポニーテールじゃなかったらどうすんのよそれで私がさ、どうする、珍しくチュインテールとかやっちゃってたらさやばくない、見つけらんないじゃんそれ見つけらんないじゃん。あ、ゆりなちゃんのパフォーマンス好きなのですぐ分かりますって、嬉しい、ありがとう。スタイルいい子さ、お世話 OK だってマジ本当ありがとうポニテにしてよ、だって、もう私の頭皮が心配よ、私はポニテ、私さ、それこそさ、あれなんで言ったっけ、昨日メールかな、ツイッターかな、インスタかな、ツイッターかでね、なんかさ言ったんだけどさ、インスタのなんかイベントとかコンサートポニーテールしすぎて、インスタの写真ね、こう見たの私、なんかどんなの載せてたっけと思って、マジでポニーテールオアハーフアップバカなんだけど、やばくない、こうやって見たらさ、髪型この子全然知らないのかなっていうぐらい、ポニーテールかハーフアップしかしてないの、メールか、やばいよマジで、見てみ、なんかびっくりして、自分でも自分でドン引きしたんだけど
やばいなこいつって思った。え、特にそのなんかそのイベントとかの衣装の写真見たらもうほとんどそばっかだった。ウケるんだけどマジで、ウケピーウケピー。え、やばいやばくない？もう私8年越しでポニーテールしてるからほんとやばいよ頭皮引っ張りすぎてほんと困っちゃう。そう、でもポニーテールが一番似合うからポニーテールしちゃうんだよね我ながらポニーテールが似合うと思ってんの自分の中で。自分の中で勝負時のライブとかそうですけど、なんかそういう時ってなんかポニーテールすんのね。それは私が一番ポニーテールが髪型の中にもう漏れてるって思ってるからなんだけど。そう、ただポニーテールはね代償がでかいよね結構。やっぱね、やりすぎると頭痛くなっちゃうのと、あと地肌引っ張ってるから毛めっちゃ抜けんの毛めっちゃ抜けんの。私毛が細くてすぐ髪の毛抜けるんですよ。だからすぐ髪の毛が抜けちゃうそれもうね8年間やってるからやばいよね多分ね。感覚としてはブリーチめっちゃやってる人と多分ほとんど一緒のような感覚でしょうね。そう、でもね一番似合うからねやっちゃうんだよねどうしても一番似合うんだよね。そう、私はポニーテールやると漏れる。なんかね妹にもね、お姉ちゃんはポニーテールやると顔がすごくより一層ちっちゃく見えるねって言われるの。だからポニーテールよくやってる。そう、なんかね私はね髪の毛を下ろしてるよりかは髪の毛を上げてすっきりさせた方がなんかいいんだって。そう、なんか最近ねそれこそ横毛のこの厚さっていうのかな少ないじゃん。で昨日のメイクさんにも言われたんだけど、なんか仰天ちゃんは昔から横毛の量がすごく多いイメージがあってみたいな、え絶対少ない方がいいよって言われたの。だからなんかあんまりね髪の毛が多くなさい方がいいっぽい。うん、でも人によるかも。髪の毛で顔隠した方が小顔効果がある人もいれば、私みたいに髪の毛を上げてた方が小顔効果がある人もいる。人によるかなそれは正直そう、それはね結構人によるかも。そう、でも私の場合はっていう感じ。次のねアイドルスクエアね何しようかな髪型って感じ。でも衣装にもよるかも。そう、衣装にもよるかな。ちょっと衣装が分かんないからさ基本的になんだけど衣装にもよるかも。何にしようかな迷ってる。何にしよっかなって感じ。それによって髪型が変わります。なんだろうね分かんない。楽しみにしてくれ。じゃあちょっと今日は早いですけどこの辺で終了にしたいなと思います。ちょっと明日はね夜するんですけど、ちょっと何時にするかわからない、ちょっとわからないです。なんでまたゲリラでやります。じゃあじゃあではでは
ランキングを読みますね。ランキング13位ユイッツさん、12位ヤングさん、11位サーマサさん、11位カイシーさん、9位ナッティさん、8位ヨッピーさん、7位ザック1973さん、6位タカさん、5位マニャンさん、4位ワイマツさん。2階席は結構寒かった。あっこ寒かってんや。あっこ結構私のファンの人何人かおってんな。みんな凍えてたんやな。そっかそっか、それはかわいそうだったな。確かに。3位たひろたかさん、あ間違えた。2位ワッフルさん、ゆりなちゃんのポニーテール大好きだって、ありがとう。ポニーテール、あびっくりした、何事かと思った何事かと思った、びっくりした。そうポニーテールってみんな好きよね。なんか王道、選ばれし王道髪型って感じする。そして今日の第1位はメトポリさんです。イエーイ、ありがとうございます。はい、というわけで今日も見ていただき本当にありがとうございました。明日のちょっとショールームはわからないので、ちょっとまたゲリラで多分夜ですね。わかんないですけどね、多分夜です。普通に夜だと思います。はい、なのでゲリラでやりたいと思います。爪かわいい、ありがとう。白にしました。白、夏なんでね。白手が黒いのがめっちゃ目立つ、白にしたらというわけで今日も見ていただき本当にありがとうございました。私はこの後晩ご飯はね作ったので、この後食べたいと思います。すごくない？みんな褒めてくれていいのよ。私ちゃんと自炊しました。久しぶりの休みなのにちゃんと自炊をしましたイエーイじゃあまた明日の配信で、バイバーイ。